に合います。前のブロック、さあ清水、数的同意ですね。ドリブルでいく、右サイド、茂木のクロス、清水決まった、水戸先制、清水2試合連続得点です。後半の7分、52分の得点、まあ、ボールを奪ってもうここで、まあ、どちらかというともう4対3数的優位の状況で PK のところ、スポットのところですね、2列目みたいなところで上がってきて、ハーフバンドで難しかったんですけども、まあ、ここでしっかり振るというよりかは面を作って当てに行った、まあ、そういうところはやっぱこうザ・ストライカーというような、ね、やっぱシュートでしたけどね、まあ、入り方